全国1億3000万の麻生太郎ファンの皆様こんにちは。速稼塾の久保でございます。まあここで言う麻生太郎ファンっていうのはですね、麻生さんの動きが気になるけども、まあ、好きではないよと、むしろ大嫌いだというねファンの方ですね。よくわかんない表現になりましたけども、麻生さんのね一言一句が気になりだしましたね。この人ねいつもねこんなね変なことばっかり言って、一体私たち国民をね何だと思ってるんですかね。なんかこれがねファラオの時代だったら、エジプトのファラオの時代でしたら、私たちはもう奴隷階級じゃないですか。これは適度に養分を与えて、適度に、まあ何ですかね、押し付けがましいことをするというね、非常に厳しい。我々もねカナンの地に乗り出すようなねそんなルートがあればいいんですけども、モーゼはなかなか現れないということでございます。ちょっとすいません、前置き長くなりましたけども、今回ですね麻生財務大臣がこんなことを言ってるのをちょっと記事を取り上げてみました。ちょっと前のニュースなんですよ。10月27日の14時3分のニュースなんですけども、10万円給付について言及してるんですよ。この10万円給付が消費に向かうことが大事だよっていうふうに言ってくれてます。その通りですよね。でも消費しようと思っても10万円使ったら1万円は税金でしょ。消費できないじゃないですかね。だってお金使おうと思ったら、お金使ったんだったら罰金ですよと、1割くださいっていうのはテラスに取るわけでしょ。このね上納金制度は何とかしてくれないと、例えば消費税がゼロになったらね、令和新選組の山寺さんが言うように廃止になったら、それはお金遠慮なく使えますよ。そしたら正当な消費に対する税金、内税によってですね税収上がるんじゃないですか。こういうこと麻生さんも言ってたんじゃないですかね。だからね、なんか麻生さんね、まともなことを言うようであってちょっとピントがずれてるっていうか、私が聞いたところによると、麻生財務大臣というのは麻生セメントっていうところで、ね、かなりね大きなお金を儲けてるじゃないですか、だからご自身で、普通のね、そうですね、従業員感覚っていうんですか、麻生セメントの社員さんの暮らし見てみてくださいよ。麻生さん、あなたの会社の社員がどんなね豊かな暮らししてると思います？豊かじゃないですよ、決して。まあもちろんね、いろんな考えあると思いますけども、豊かな方もいらっしゃると思いますけども、じゃあ麻生セメントに関わる全従業員さん、派遣会社さん、取引先様、見てくださいよ、ご自身の裾野をどうですか。私はちょっと知らないですけども、適当に言ってますけどね今ね。多分ね、麻生セメントで苦しい暮らしを強いられてる方いるんじゃないですかね。麻生セメントの関連会社の方とかで住宅ローン組んだけど、今回のことでね、仕事を失って、家をね手放さなくちゃいけなくなったとか、自己破産に追い込まれた方って少しでもいるんじゃないですかね。わかんないですよ、知らないですよ、知らないんですけども、ちょっと広い視点で考えていくと、麻生さんの会社のグループに入っていたからといって揺らいでるところはあると思うんですよ、多分ね。でそういったところの声をやっぱり聞いてあげてほしいと思うんですよ。お金に困ってる人がいないなんてそんなことないでしょ。お金に困ってないなんたら、なんでね、誰がね自分の望んでもないような仕事をするんですか。今日も朝早く起きて出社するんですか。お金に困ってないんだったら、じゃあ会社に行くにしてもね、そんなに朝干し用紙してないですよ、サービス残業してないですよ。霞が関の皆さんね、もう160時間とか200時間と言われてる残業をやってるわけじゃないですか。なんでそんなことになるんですか。そこをクビになったらお金に困るからでしょ、路頭に迷うからでしょ。そういう面もあるじゃないですか。麻生さん、もう周りを見てください、周りを。もうすでに周りから麻生さんに疑問の声上がってるんじゃないですかね。わかんないですけどね。ということをね、お電話で麻生太郎事務所に申し上げたかったんですけども、ちょっと言えなかったんで、苦し紛れにこちらの方でお話しさせていただきました。麻生さん、あとはね、麻生さんの声一つなんですよ。麻生さんが財務省に、お前消費税なくすからな、お前ら財務省、お前ちょっともうちょっと緩くしてればいい、放漫財政行こうやみたいなことね、声かけてくださいよ、麻生さんが言うだけじゃないですかね。なんでね、大臣が官僚の言いなりになっちゃうんですか。財務省の言いなりになる必要ないですよ。弱みを握られてるのかもしれませんけども、森友家系でね借りがあるのかもしれませんけども、そこはもうそこでちょっとね、なんかうまいことやってください、麻生さん。ということで今回はね、個人的な愚痴の動画になりました。第2次定額給付金出るといいですね。なんか出るか出ないか、本当に2点3点するような感じですけども、政治っていうのは本当にね、一晩飽きると状況がだいぶ変わってくることもありますので、これからも情報を注視していこうと思います。今の時点で何かが確定的に決まったとかね、決まらないってことはないと思いますからね。ただ私たちは自分の希望を伝え続けるだけです。もうダメだ、諦めたっていうことでしたら、その気持ちが現実化されるかもしれませんけども、
最後の1日まで、最後の1秒までまだ分かりませんからね。弓矢っていうのは的に当たるまで勝負は決まってないですから、どんな風が吹くのか分かりません。ということで今回の動画は以上です。